27号ではスモールモーターと25号、26号で付属したパーツを合わせてクリプトンの背中を組み立てます。今回付属するパーツです。最初に24号で組み立てたスモールモーターのケースの8個の穴にそれぞれ赤いピンの短い方を差し込みます。次に L 字のブロックの角に青ピンの短い方を差し込みます。続けて長辺の端から2番目の穴にも青ピンの短い方を差し込みます。その上から7つ穴のあるブロックを正面の上から2番目の穴と5番目の穴に合うようにして差し込みます。さらにその上から1番上と4番目の穴を合わせて同じブロックをはめ込みます。次に真ん中のブロックの一番上の側面の穴に赤いピンの長い方を差し込みます。次に組み合わせたブロックをスモールモーターと組み合わせます。すべてのピンがしっかりはまるように注意して作業してください。次に下側にある3本の赤いピンに合わせて L 字のブロックをはめます。これで片側は完成したので反対側も同じ要領で組み立てます。スモールモーターの側面の8個の穴にそれぞれ赤いピンの短い方を差し込みます。次に L 字のブロックの向きに注意して角に青いピンの短い方を差し込み、続けて長辺の下から2番目の穴にも青ピンを差し込みます。その上から7個穴のあるブロックをはめ込み、さらにその上に穴を1つずらして同じブロックをはめ込みます。次に真ん中のブロックの一番上の側面の穴に赤いピンの長い方を差し込みます。前と同じ要領で組み立てたブロックをはめ込み接合します。数が多いのですべてのピンがしっかりはまっているか確認してください。最後に下側の3本の赤いピンに L 字のブロックをはめ込みます。これで27号の作業は終了です。アシェット。